ゲノムワイド関連研究通称 GWAS はゲノム研究においてモアラ的な遺伝的要因を探る重要な解析手法として知られています一昔前までは GWAS がゲノム研究の一つのゴールだったんですが現在はポスト GWAS 時代とも呼ばれ GWAS の結果をスタートとして結果の検証探索予測モデルの構築を行う時代になりましたしたがってこれまでより一層質の高い GWAS の結果が求められます 本動画では g ーバスの昔と今の違いについて紹介し、どのように質の高い g ーバス結果を得ることができるのか、その解決策の一つである公的データベースを利用した g ーバスについて紹介しましょう。さて、ゲノム研究に限らず、多様なデータに対する統計的アプローチの目的の多くは予測です。正確な予測には次の3つの条件が必要です。まず、因果関係がはっきりしていること。2つ。 原因と結果の間のメカニズムがわかること、そして3つ、データが正確に観測できること。実はこれら3つの条件を満たす研究がゲノム研究です。例えば、次の日の株価を予測するとき、社会情勢によって原因がころころ変わりますよね。なので因果関係の原因がまずはっきりしない。また、臨床研究でも正確にデータを取得するということはとても難しいです。 例えばケースコントロール研究で飲酒が病気の発症に寄与しているという仮説を立証したいとき、過去の飲酒歴を聞き取り調査します。このとき、過去の記憶が曖昧だったり、嘘をついたりしていても、結局はデータを信じて解析するしかありません。その点、ゲノム研究では原因はゲノム情報であり、結果は病気の発症の有無です。つまり、因果関係がものすごくはっきりしている。そして、原因と結果の間のメカニズムは、 遺伝継承法則という真のモデルが存在します。そして、近年正確にゲノム情報が取得できる環境も成熟しました。g ーバスにおけるデータ取得の中心である。いくつかのスニップだけを観測する。チップと呼ばれるもの、あるいは全ての塩基配列を観測する。実在シーケンスなどがあります。コスト面からすると、まだまだスニップチップを使った g ーバスが多いように思います。 このゲノム研究というのは統計的にもとても条件が良くて、そして観測技術も成熟してきた背景から、かつ多くの有用な GBUS 研究が行われ、その結果は誰もが利用できるようにデータベース化されています。今日のゲノム研究は、ポスト GBUS 時代と呼ばれ、これまでの GBUS 結果の蓄積、これを利用した解析に注目が集まっています。 そしてこれまでは Gbus がゲノム研究の一つのゴールでしたが今日は Gbus の結果を用いてさまざまな解析を行いゲノム研究の角度を上げることが重要視されていますそのためこれまでよりも一層検出力の高い Gbus の結果が求められます近年の Gbus では必ずスニップインピテーションということを行います これはですね、可能な限り網羅的な G バスを行うために、スニップチップで観測した約70万スニップの遺伝型と i s g r 旧1 0 0 0ゲノムスですね、の公共データベースを用いて、スニップチップで観測できなかったスニップを遺伝統計学的に推定して、例えば日本人集団であれば約1200万スニップまで増やすことができます。そしてもちろん統計的な検出力もできるだけ高める努力をします。その中で、 本動画ではです、ね、公共データベースを活用して GBUS 研究の検出力を高める方法について後ほど紹介していきたいというふうに考えています。それではスニップインテーションについて紹介しましょう。スニップインテーションについて先ほども簡単にお話ししましたが、スニップチップで観測した約70万のスニップ遺伝型と、 ISGR の公共データベースを用いて、スニップチップで観測できなかったスニップを遺伝統計画的に推定する方法です。考え方はとてもシンプルです。まず、スニップチップで測っているスニップと、それから測れなかったスニップと、こう2つあるわけですね。で、ある料金の5つの材について、5つのスニップについて注目します。スニップチップでは、スニップ4が観測できていませんでした。 そこで公共データベースを用いて SNP1 から SNP5 までのハプロタイプを推定して SNP4 を除く4つの SNP の遺伝型が一致するように2本のハプロタイプを各個人に配ります。例えば ID1 はハプロタイプ H1 と H2 で SNP4 を除く4つの SNP 遺伝型が一致します。そして H1 と H2 の組み合わせで SNP4 の遺伝型は CC というふうに推定できます。ID2 であれば H1 と H3 の組み合わせから SNP4 の遺伝型は CGID3 であれば H3 と H4 の組み合わせで SNP4 の遺伝型が GG というふうに推定できるわけですしかし実際には複数のハプロタイプの組み合わせが存在するためほとんどのツールでは各遺伝型を取り得る自己確率が推定されますそのため SNP インテーションの結果として SNP 同せい値という 特定ののアレルをを保有すする個数の期待値、これを使います例えばアレル C の保有個数について注目をすると AA は0個 AC は1個 CC は2個というふうに扱います例えば ID001 番スニップインテーションの結果によって AA である自己確率は 0.92AC である自己確率は 0.05CC である自己確率は0.03というふうに推定されましたので アレルシ c の保有する個数の期待値というのは 0×0.92 たす 1×0.05 たす 2×0.03 で0.11というふうに推定されます。ID004 番であれば 0×0.01 たす 1×0.01 たす 2×0.98 で1.97というふうにスニップ同性値は推定されます。スニップ同性値が0に近ければ 遺伝型 AA の傾向1日かければ AC2 日かければ遺伝型 CC の傾向があるというふうに解釈できますただし ID002 のようにどの自己確率もそこまで高くないといった場合にはこのスニップ同性児の値は1日間値をとって AC の遺伝型というふうに判断されがちですですので自己確率があまり低いものというものは逆にスニップ同性児を計算せずにノーコールと しして扱ううことが多いでしょう近年の GBUS スはスニップテンションの結果を利用してしかもスニップ同性児という値を使ってゲノムワイド関連解析をすることがほとんどでしょうそのため解析方法も大きく変わりましたこれまでの GBUS では遺伝型と表現型の分割表や遺伝型ごとの分布を比較するときに優勢劣勢傾向性様式といった遺伝継承様式を仮定して解析を行いました ところがスリップ同性値になったことで、0から2までの連続値を扱うことになり、しかもそれは自然と傾向性様式を仮定した解析となります。これまでも遺伝継承法則として傾向性様式を仮定した解析がメインでしたけれども、AACCC を012と変換して、二三的に見える値を無理やり連続値として扱っていたというのが統計的にはちょっと問題視されていました。 ただ、それにスニップ同性時になってから、そのフィッシュセンサーはなくなりました。また、最近の Gbus は統計モデルを対応することから連続値となったことで、かなり扱いやすくもなりました。現象に合わせて様々な統計モデルを適用した解析が増えてきました。ところが、特別な統計モデルを使っても Gbus そのものの検出力が低ければ正しい結果を得ることはできません。統計的検出力を高める効率的な方法は、サンプルサイズを増やすことですが、実際には一番難しい方法でもあります。 一つの解決策はバイオバンクジャパンが提供する約20万人のスニップチップで取得したスニップ遺伝型データと臨床情報の利用です。オーダーメイド医療実現化プロジェクトで取得した51疾患の臨床情報とスニップデータを研究機関、それから民間企業でも利用できるようになりました。最も効率的な使い方はコントロール群として利用することです。PGX における活用法について紹介しましょう。 ある罹患群がある治療薬を服用しましたそうすると副作用を発症した患者とそうでない患者が存在しその遺伝的リスクの探索をゲノムワイド関連研究で明らかにしたいと考えます一番良い研究は患者群に治療薬を服用させ副作用を発症した群とそうでない群を比較することですしかしながら 発症しなかった群を十分に集めるということは、一般的に難しく、期待する検出を達成できない場合があります。そのような場合に、一般健常人をコントロール群として比較する研究が行われます。ただし、一般健常人の中には、治療薬を服用すると副作用を発症する可能性のある症例も含まれています。しかし、遺伝的リスクの保有頻度が低ければ、大きな障害にはならないでしょう。 つまりケース群はたくさんの人がそのリスクを持っていると。コントロール群に持っている人はあまりいないと。もしもコントロール群が服用をした場合に副作用を発症する人はもともとリスクを持っている人が少ないので、それほど影響が大きくないというふうに考えることです。このときに1つ知っておかなければいけないことがあります。コントロール群のサンプルサイズを増やせば、ケース力は増しますが、ケース群のサンプルサイズが一定の場合、ケース力は 頭打ちになることですこの図は横軸にコントロール群のサンプルサイズ縦軸に検出力を取った図です、えー、各線は関連性の強さの違いを表しています下の曲線ほど関連性が低いというふうに考えていいでしょうまた係数群を30例に固定して考えていますこの図の特徴はコントロール群のサンプルサイズが3000例程度になるとそれ以上サンプルを増やしたとしても検出力は変わらず頭打ちになるということです つまり統計的には3,000例集めても5,000例集めても変わらないということを意味しています。1つ実際の研究例をお見せしましょう。この論文は抗尿酸結晶の治療薬の一つであるアルプリノール服用による重症躍進に関するゲノムワイド関連研究です。アルプリノールを服用して重症副作用を起こした症例が14例と少ないケース群に対して1,000例程度の健常人をコントロール群として採用し比較をした結果、 統計的的に有意な遺伝的要因を見つけた研究例ですこの薬剤服用乳副作用は遺伝的要因の関連性が強い場合が多くて本研究でもオ t s h 6 6と非常に強い関連性を示す遺伝的リスクでしたまた一般健常人にはこのリスクを持っている人たちが約0.5%程度というふうに低頻度であったことも特徴的です。 さらにバイオバンクジャパンは51の疾患について臨床情報を保有しています。例えば、格子結晶群に対する治療薬を服用した場合の副作用発症の遺伝的要因を探すゲノムワイド関連研究を計画したとしましょう。コントロール群として一般健常人を採用します。サンプルサイズが大きければ検出が当然上がります。もちろん先ほどのように 治療薬を服用すると副作用を発症してしまう症例を含んでいる可能性ももちろんあります。それからもう一つ、格子結晶に関する遺伝的要因を拾ってしまう可能性もあります。それはケース群は格子結晶群であるのに対して一般形状人は格子結晶非罹患群だからです。そこでバイオバンクジャパンデータから格子結晶患者群を選びます。そうすると治療薬を服用すると副作用を発症する可能性の症例は当然含まれますけれども、 子結晶発症に関する遺伝的要因を拾う可能性は低くなり、さらに効率的にゲノムワイド関連研究を行うことができるでしょう。さて、近年 GBUS はゴールではなくてスタートの位置づけとなってきました。ゲノム研究をしっかりと立案し、そして GBUS 結果をデータとしたさまざまな解析を行うことで、結果の解釈を深めていく、これがポスト GBUS 時代と呼ばれるゲノムワイド関連研究になっています。 タージェンは G バス解析にも精通していますし、バイオバンクジャパンデータの利用の経験も豊富です。ゲノム研究で何かお困りのことがあればお気軽にご連絡ください。ごご視聴ありがとうございました。